現在刀だけで生計を立てていける方っていうのは私を含めて日本で大体30名ぐらいと言われています。若い頃は刀が好きで作っていました。で、年を重ねるごとにやはり日本人の美意識なり森林なり日本人の本質というものを次の世代に刀を通して伝えていこうと今思っています。大学の頃でしたが、ある雑誌に今の私の師匠である宮入明平の写真集が載っておりまして、まだ刀を作っている方が日本にいるということが分かりまして、そこで初めて刀鍛冶になろうと思って決心しました。家族は反対しましたね。刀で生計が成り立つとは到底考えられないので、刀鍛冶になるんだったら、まあ、家出てきゃと言われましたね。平安鎌倉時代の刀、いわゆる古刀というものは作り方も製法、技術的なものもほとんど残されていません。再現というのは限りなく不可能です。不可能ですけれども、そこに私を感動させるものがありますので、それを目指して40年やり続けてきて、やっとこの 5,6 年に古作に一歩か二歩近づけるような作品ができてきました。伝統工芸に携わっている人間はどうしても自分の技術を伝えておこうとする場合に、時代に迎合する方向に走っていきます。そうすることによって我々の持っている技術が少しずつ本質を外れていくんです。ですけれども、本質を外してまで伝統文化を次の世界に伝えていくっていうことは意味のないことだと思います。弟子にはいつか私を超えてほしいと思っています。私より優れた弟子を育てることが私の役目であり、そうでなければ文化というものは風化してしまうのです。私が師匠から受け継いだのは技術だけではありません。師匠の刀に対する思いを受け継ぎました。私も弟子には私の刀の思いを伝えていきたいと思いますし、弟子も自分の刀に対する思いを次の世代に伝えていくものと思っています。